ウクライナ戦争は9月20日で209日目を迎えました。20日、ウクライナ軍はさらに多くの領土を奪還するために東部への前進を続けています。ロシア軍のウクライナへの大規模侵攻は今や防御側に変わり、ロシアにとって不利な状況が続いています。プーチン大統領は戦争を国民総動員にエスカレートさせるか、敗北を認めて講和を求めるか、苦渋の選択を迫られています。しかし、 彼が賢明な選択をするかどうかは次の行動にかかっています混乱の中での矛盾したロシアの情報によるとプーチン氏は平和を装いながらウクライナ東部と南部のロシア占領地域で一連の怪しげな住民投票を推し進めているようです9月15日と16日の両日に行われたサマルカンド首脳会議でトルコのエルドアン大統領はロシアのプーチン大統領と会談し プーチン氏が紛争の早期終結を望んでいいると楽観視していますエルドアン氏はプーチン大統領は私にできるだけ早く終わらせたいと言っている。これは私の受けた印象で今の展開はプーチン氏にとって非常に問題であると述べました。エルドアン氏はウクライナ軍による最近の進展でロシア軍が戦場で困難に直面していることを認めました。またプーチン氏は何らかの妥協をする可能性があり ロシア軍がが拘束していいるる人人ほどの人質が近々交換される見込みだという話もありますプーチン大統領の戦争終結への意欲に対するエルドアン氏の見解は具体的に何を意味するのか分かりにくいものです重要な問題について譲歩するのかそれとも撤退を決めるのかどちらとも言えませんプーチン大統領が戦争終結のために何かをするわけでもなくましてやすぐに戦争を終わらせようとしているわけでもありません 現時点ではプーチン大統領に自主的に軍を撤退させることもウクライナのゼレンスキー大統領にプーチン大統領の条件を受け入れさせることも現実的ではありません一方または双方が妥協し外交ルートがうまく確立されるまでは戦争を続けるしかありませんではウクライナとロシアどちらが妥協するのでしょう開戦当初はウクライナの方が妥協しそうな雰囲気でしたが ロシアはウクライナが屈服すると思って開戦したのでしょうからロシアは当然譲歩しませんでしたしかし今の状況は予想外の方向に展開していますハリコフとヘルソンでのウクライナ軍の快進撃が続く状況下ではゼレンスキー大統領には譲歩する理由がなく特にロシアに領土を割譲することはないと明言していますではウクライナが武力でロシアを領土から追い出す前に 一刻も早く戦争を終わらせるためにはどうしたらよいでしょうかそれはプーチン大統領の出方次第ですもし彼が交渉を選択した場合失敗を成功として提示するため納得できる理由を見つける必要があるかもしれません彼の政治的未来は彼の自由と生命を含めて全てそれにかかっているかもしれません9月に入る前ロシア支持の一部の人々は ロシアが今回の衝突で勝利するのは時間の問題だと主張し、ウクライナに対する欧米の軍事援助は戦争とウクライナの苦痛を無駄に延長させるだけだと非難していました。今にして思えば、これは有効な議論とは言い難く、ウクライナ国民を愚弄していた可能性さえあります。現実を見ればウクライナのリーダーシップや国家的コミットメント、そして戦術的勇気はロシアに勝っていることは明らかです。 ロシアが夏の攻勢データ効果で限られた成功は多くの死傷者と大量の武器弾薬の消耗を含む莫大な資源を消費しましたロシア軍の侵攻は遅かったのですがウクライナ軍は確実に後退を迫られましたしかし今ではウクライナ軍の後退は敗北ではなくロシアを疲弊させ攻撃能力を弱めるための秩序だった戦術であったと考えられます 今年中にウクライナ軍がロシア軍を永久に追い出せるかどうかは定かではありませんが、両軍が戦う中でロシア軍はますます敗北しそうな軍隊に見えてきました。しかし残念なことに、プーチン大統領は依然として自分の手元には次の賭けを支える十分なカードがあると考えているかもしれません。例えばウクライナ占領地域での不法な住民投票を通じて侵略の合法性を主張し、それに基づいて国民総動員令を発令し、 いわゆる特別軍事作戦を戦争にエスカレートさせるなどです間もなく到来する冬とエネルギー不足あるいは漠然とした核の脅威を利用してヨーロッパに何らかの情報を迫ることで西側にウクライナへの軍事支援を後退させるとかそうすればロシア軍は息を整えることができ守備を固め攻勢に出るチャンスにもなります9月20日ロシア国営メディアは「 ウクライナ東部と南部のロシア占領地域で9月23日から27日にかけて住民投票を実施すると報じましたロシアのメディアでは動員という言葉が頻繁に使われていますがこれは単純な考え方ではなくロシアの法律上の意味ではロシアは戦争状態にあってこそ動員を宣言することができますウクライナに対する戦争には口実が必要であることを考えると占領地を公式にロシアと宣言すれば クレムリンは自国の領土がウクライナから攻撃を受けていると偽り、ウクライナに宣戦線布告することができるようになります。占領地での戦闘をロシアへの攻撃と表現すれば、モスクワの200万人軍隊のフル動員戦略が正当化されます。動員の直接的な影響の一つは、ロシアの徴兵です。医師、退役軍人、60歳未満で専門的なスキルを持つ人材が動員されることもあります。 徴兵制制の対象となななるる人は、国外に出られれないなど、移動がが厳しく制限される場合があります。プーチン大統領が動員令を出しウクライナに宣戦線布告すればロシアに広く影響を及ぼすことになりますそれはロシア経済全体を戦争体制にすることを含みます少なくともこの動員は大幅な武器購入軍隊への支出防衛産業の転換を伴うでしょう 数ヶ月に及ぶ壊滅的な国際的制裁措置の後ロシア産業が動員令に応じる準備ができているかどうかを判断するのは難しい状況です言えることはこの紛争によりロシアの防衛産業は特に電子部品について海外のサプライチェーンに依存していることが露呈しましたロシアは基本的な物流ニーズを満たすために物資を補給することが困難であり 訓練された戦闘員を見つけることは言うままでもありませんウクライナのドミトリー・クレバ外相は「ロシアはやりたい放題で何も変わらない」「ウクライナにはロシアが何と言おうと自国の領土を解放する権利がある」と述べましたアメリカの国家安全保障担当大統領補佐官であるジェイコブ・サリバン氏は「ワシントンはそのような国民投票を明確に拒否している」「プーチン氏に動員の可能性があるからといって」 ウクライナのロシア侵攻を撃退する能力が損なわれることはないと述べましたゼレンスキー大統領は前線の状況がウクライナ側に主導権があることを明確に示しているロシアの騒音でウクライナの立場が変わることはないと述べました欧州連合 EU の外交政策責任者であるジョセップ・ボレル氏は EU とその加盟国は住民投票を承認しない投票を継続すれば ロシアに対してさらなる措置を取ることを考慮すると述べましたこうしてみるとロシアの国民投票と動員に対する世界の態度が見えてきますいずれにしてもウクライナ戦争で十数万人が死傷したロシアの精鋭部隊の損失と破壊された多数の兵器在庫をほとんど空っぽにした弾薬の消耗はいくら動員しても補うことはできません特に精密誘導弾の補給は 現在のロシア防衛産業の能能力を超えている可能性があります不法な住民投票と虚勢にも見える動員ではもはや何も変わらないかもしれませんしかしクレムリンにとってはウクライナの攻勢で直面している戦場の現状を凍結し少なくともその成果の一部を維持するための口実である可能性が高いようですあるいは次の和平交渉への道筋をつけて面目を保つため対戦相手に 私はまだ戦えるが今は戦いたくないと伝えるためかもしれませんもちろんプーチン大統領が本気で必死になる可能性は排除できませんロシアのウクライナでの行動はもはやロシアが自称するような大国ではないことを証明していますウクライナのロシアに対する断固とした抵抗はある意味でアメリカがロシアや中国共産党との対立から脱却することになりますアメリカののウクライナへの支持は、 必ずしもロシアから牽制されているからではなく相対的に低コストで欧州とアジアのパワーバランスを根本的に交換する可能性が高いからだと思われますウクライナでロシアの力を消耗させる方法は孫子の「李大東京」すなわち「李という「すもも」が「桃」の代わりに倒れるという戦術があります高価な桃の木を守るために桃よりも価値が低い李という「すももの木」が倒されるということです 損害を受けざるを得ない時には不要な部分を犠牲にして全体の被害を少なく抑えつつ勝利するように図る戦術のことですキーウでの戦闘の結果がどうであれウクライナの戦って勝つという決意がロシア軍を弱体化させヨーロッパに対するプーチン大統領の将来の脅威を確実に減少させましたその結果アメリカはアジアにおける中国共産党の台頭に対応するために よよりり多くの資源を自由ににすするることができるようになりますプーチン大統領が敗北前に外交ルートを選択して戦争を平和的に解決し自発的に戦争を終結させロシア軍に尊厳ある撤退をさせることが今回の誤った戦争の最良の結末かもしれませんしかしロシアに残された実力では彼が現段階で状況をはっきりと認識できるとは限りません9月21日 プーチン大統領はウクライナ戦争開始後初の全国テレビ演説を行いましたその演説の最後にロシアは核兵器を含むあらゆる資源を動員してこの戦争を継続すると表明しました彼の強気の演説はロシアの衰退が迫っていることの表れかもしれませんさて今日はここまでです私たちの番組を気に入っていただけましたら登録いいねシェアなどのご協力をお願いいたします ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。